おはようございます。こんにちは、こんばんは。元気でしょうか。キャンピングカーって一度でもね、使ったりとか、運転しなくても一度使ったらハマるかっていうと、うーんっていうのはあるよね。まあ、使い勝手というか、使い勝手っていうか、まあ、なんだろう、なんか強烈なことがない限りハマることはあんまりないのかなと思っちゃうんだよね。強烈なことって言ったら怒られるけど、その親戚の人とかがキャンピングカーを持っているとか、まあ、ちょっとそれで使わせてもらっていいなと、軽キャンピングカーでも全然いいじゃんっていうのもあるんだよね。前乗りというかね、そういう感じでなれるし、で防災面でもね、行けたらできるしね。本当に私が知ってる、まあ毎度毎度でけど、クーピーチャンネルさん、今はクピオさんっていう話になってるけど、本当に防災面ですごく役立ったっていうね。軽キャンピングカーじゃないけど、ちょっと大きめなキャンピングカーをまあ2台持ちしてて、軽キャンピングカーと、まあ担ぐ用のキャンピングカー、あとはまあ奥さん専用の車があったりだとかっていうのがあって、すごい良かったらしいんだよね。電気もスマホとかね、そういうので充電もできるし、そういう、なんだろう、タブレットなんかでも、お子さんがいたのでタブレットで、まあ、YouTube、そういう電波というか通信ができれば見れるし、で、まあ、マルチルームがあったりとかしてて、で、そこで着替えとかもあるし、トイレもできたし、っていうので、まあ、お風呂というか、まあ、シャワーはできなかったけどね、その時は。だけど、今、買い替えたらしいんだけど、まあ、20年落ちぐらいの、もの、らしいんだけど、それもシャワーも浴びられるようになっていて、で、結構さっぱりするみたいね。本当に。その方がやっぱり言ってたのは、奥さんもそうだけど、足を伸ばして寝れたことがすごく安心したっていうのはあるし、寝れたって言ってたね。その普通乗用車で寝るとなると、まあ運転席、助手席で、ね、背もたれのところを倒して寝ることはできるっちゃできるんだけど、どうしても足が伸ばせない状態だったりとかするから、そういう点に関して言えばね、良かったっていうのもあるし、あとまあ備えられる食べ物とかある程度のものを、まあカップ麺だったりだとか水なんかもね、2リットル ×6 本のカートンっていうか、それを中に入れてても全然良かったりとかするし、温められる状況でもあったから、そういうケトルだったりだとか、お湯も
できるようになってたらしいからね。だからそういう面では良かったのかなと思う。家族を守るっていう感じでね。だから防災面で買っといた方がいいですよって言ってたけど、まあ買える軽キャンピングカーでも本当に普通乗用車プラス100万円ぐらいのお値段だったりとかするし、まあちょっとちょっとお高めのね、普通乗用車でもちょっとお高めの、まあ車ぐらいの値段だったりとかするから、500万円とか600万円ぐらいでね、軽キャンピングカーでどうしようかっていう感じになっちゃうんで、考えちゃう人もやっぱいるのかなと思います。はい、皆さんどうでしょうか。以上です。